ディクラエオサウルス科は、ディプロドクス上下に属する流し下目の恐竜のトマで、ディプロドクス科の姉妹群にあたる。ディプロドクス科と共に、フレジェリコダタをなす。ディクラエオサウルス科には、アマルガサウルスやスーワッセア及びディクラエオサウルス、そして、ブラキトラケロバンといった属が含まれる。標本は北アメリカ大陸と、南アメリカ大陸並びに、アフリカ大陸で発見されている。生息期間は、 ジュラ紀前期、または中期から白秋紀前期、白秋に生息したリクラエオサウルス科は少なく、そのうち最も後の時代のものがアマルガサウルスである。タンザニアでリクラエオサウルスが発見され、1914年にドイツの古生物学者ウェルナージ・インッシュが初めてリクラエオサウルス科を記載した。比較的首が短く体も小型であるため、リクラエオサウルス科は 他の流脚した目と大きく異なる。リクラエオサウルス化は単系統であり、明瞭な13の共有派生形質により、系統発生学的に裏付けられている。リクラエオサウルス化は、ジュラ紀中期に、ディプロドクス化から分岐し、これは、ゴンドアナ大陸が陸でつながっていた時期における、リクラエオサウルス化の南アメリカと、東アジアでの多様性が根拠となっている。しかし、北。 アメリカで発見された唯一のディクラエオサウルス科であるスーワッセアの系統学的配置に同意しない古生物学者もおり基盤的なディクラエオサウルス科とする説やディプロドクス科の一員とする説がある。ディクラエオサウルス科あるいはディプロドクス科にスーワッセアを位置づけることはディクラエオサウルス科の進化に関して重大な生物地理学的な意味を持つ。 正確な縮尺率で描かれたディクラエオサウルス科ディクラエオサウルス科はディプロドクス浄化の一部でありディプロドクス科の姉妹群であるこの20年ほどでその多様性は賄化したがスーアッセアの分類について完全には合意が成り立っておらずスーアッセアをディクラエオサウルス科ではなく基盤的なディプロドクス浄化に配置する解析もある2015年の解析でスロコサウルスが ディクラエオサウルス科の属であることが判明した。2016年のアマルガサウルスの再評価で、アマルガサウルスもまたディクラエオサウルス科に分類された。2018年には親属ピルマトゥエアが記載された。ディクラエオサウルス科でほぼ完全なものの大きさ比較。ディクラエオサウルス科は、比較的短い首と小さい体を有し、姉妹軍であるディプロドクス科や、他の大半の流した目と、 大きなサインがある。リクラエオサウルス科は新竜脚類に属する派生的な竜脚類であり、新竜脚類は一般的に巨体により特徴を付けられる。比較的小さな体育により、リクラエオサウルス科は他の新竜脚類から外れた存在となっている。リクラエオサウルス科及びその内部の分岐分類学的系統発生には諸説あり未解決である。スーワッシアは 基盤的ディプロドックス浄化と基盤的ディクラエオサウルス化の間で位置づけが揺れ動いている。以下は、チャープにより2015年に公開されたクラドグラム。チャープはディスロコサウルスとディストルファエウスをディクラエオサウルス化に含んだが、両者は伝統的にディクラエオサウルス化とみなされていない。ディストルファエウスの標本ははるかに断片的であり、利用可能な骨は、尺骨1個。 部分的な脊椎、部分的な肩甲骨1個、頭骨の縁入部1個、及び複数の中手骨のみである。ディスロコサウルスも、死士の骨という極端に限られた化石証拠しか発見されておらず、チャープによる系統発生では、ディスロコサウルスの配置は予備的と考えられている。2006年の JD ハリスや2007年のポール・セレノといった研究では、スーワッセアは、 ディクラエオサウルス化に分類されていない。しかし、2006年のソルガドや2010年のウィットロックといった研究では、スーワッセアはディクラエオサウルス化に含まれている。ゴジェならによる2019年のバジャダサウルス、記載論文では、スーワッセアをディクラエオサウルス化に含めた上で、バジャダサウルスとリンウーロンなどの親族を含めたクラドグラムが発表されている。 他の流客した目の恐竜と同様に、ディクラエオサウルス科は植物植生である。比較的短い首と頭骨の形状から、ディクラエオサウルス科が地面に近い位置か中間の高さで接触したことが示唆されている。ディクラエオサウルス科の死列については、ディクラエオサウルス以外のものは良い状態で保存されておらず、このためディプロドクス科の植生とディクラエオサウルス科の 植生を比較して論述することは困難である。しかし、リクラエオサウルスの私立は、上顎と下顎で歯の本数が等しく、そして下顎の歯の生え変わりが上顎より遅いという点で特徴的である。リクラエオサウルス科は、比較的小さい体と短い首及び長い神経棘により特徴づけられる。全長は10から13メートル。 リクラエオサウルス科には13の共有派生形質があり、側腹を欠く、脊椎、臨場骨の上で腹側に向いた突起の存在、三角形に近いシガ交差などが含まれる。リクラエオサウルス科の標本はアフリカ大陸と南アメリカ大陸及び北アメリカ大陸の計算大陸から発見されている。北アメリカのスーワッセアを除いてリクラエオサウルス科は ゴンドワナ大陸に分布しているため、北米にスーワッセアが生息したことは、リクラエオサウルス科の中では特異的であり、スーワッセアの適切な分類が求められている。リクラエオサウルス科は、ジュラ紀中期に、北アメリカのディプロドクス科から枝分かれし、その後ゴンドワナ大陸へ分散し、南アメリカ大陸と、東、アメリカで多様性を高めた。アマルガサウルスは白キ前期に生息し、 リクラエオサウルス科の中で最も最後まで生存した族である。ありがとうございます。